はい、ちょっとまたねウクライナに絡むことなんですけども、フィンランドとスウェーデンが NATO に入りたいということで申請する方針ですね。すごいですね。スウェーデンの、首相がアンデション首相で、フィンランドはマリン首相で、2人とも女性ですね。この2人とも NATO に入ると言い始めてるわけですね。大問題。いや、もうこれだけでもうプーチンは戦略的に負けですわ、これ。やぶへびだって、一応ね、ほら、NATO が東に拡大するとかなんとか言ってるけども、いやいや、拡大しまくりでしょ、もうこれ。いや、これね、これフィンランドとスウェーデンですから、ロシアの隣ですよ。中立だった国がね、もう NATO に行きますってね、だこれ、もうやぶへびになっちゃいましたね。だって、接しているウクライナが NATO に入るのは嫌だっていうから、攻めたら、全然入る予定もなかった2カ国が入ることになっちゃったというね。もうプーチンはもう完全にこれ、いくらね、東部制圧したって、そもそも戦争目的は破綻してましたよね。あれ、NATO の東方拡大阻止じゃなかったのって話ですよね。もうバリバリも、もうオセロみたいにパチパチって言っちゃったわけですからね。ですから、この、もうこれで戦略的にいくらね、戦果を上げたとしても、これ戦術的に、プーチンが戦術的にいくらね、戦果を上げても、戦略的には完全に敗北ですね。はい。まあ、読みますよ。そうね、バルト三国もね、うまいこと入りましたよね。はい、ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、軍事的な中立を掲げてきた北欧のフィンランドとスウェーデンが NATO の加盟申請に向けた検討を本格化させている。加盟が実現すれば NATO はバルト海における防衛能力を飛躍的に高める見通し。これに対しロシア側はバルト海方面に核兵器を配備することを示唆しており、欧ロ間の対立が深まるのは避けられない。ロシアと約1300キロの国境で接するフィンランドの、トゥップライネン欧州問題省は15日、イギリススカイニューステレビに対し、ウクライナ侵攻は我々全員への警鐘だと述べ、プーチン大統領のロシアはもう信用できないと非難。フィンランドの NATO 加盟申請の可能性は高いとの見方を示した。フィンランド政府は議会での審議を経て、加盟申請の是非を数週間以内に決める方針だ。ウクライナ侵攻で議員の大半は NATO に加盟し、集団防衛の恩恵を受けることの重要性を認識しており、政府は5月にも加盟を申請すると見られている。まあ、当初は夏だ秋だ言ってましたけど、もう5月に申請ですからね。相当ですね、早まってますね。隣国スウェーデンも共同歩調を取り、6月下旬の NATO 首脳会議までに加盟申請する可能性があるということですね。それから、フィンランドは最大90万人の軍隊を動員できるほか、ミサイル装備、空域監視やサイバー防衛などで高い能力を誇る。2026年にもF-35A 60機以上を導入する予定。スウェーデンもロシアの脅威の高まりを受け、18年から徴兵制を再開。陸海空などで1万人以上の現役兵を抱え、NATO 軍演習に参加するなどして戦闘能力を向上してきた。フィンランドが NATO に加盟すれば、ロシアと NATO 加盟国の国境は現在の2倍以上の長さになる。フィンランドは今月13日に公表した欧州の安全保障をめぐる報告書で、同国の NATO 加盟はバルト海地域の安定を長期的に高めると指摘したということです。はい、これね、千何百キロ、これ見てくださいよ、これ1200キロぐらいロシアと、フィンランドの間でね、国境線を接してるわけですよね。で、今このフィンランドは中立国で、ね、NATO に加盟しないという立場だったんです。 NATO に加盟しないから、まあ攻めないでねということで、仲良くしましょうねと、いうことで、ね、要するに自国を守るための手法として NATO に入るのではなく中立を宣言するということで、自国の安全を確保してきたんですね、これまでは。でも
もうプーチン信用できないと、いつ来るか分かんない、そうなったらいやいやもう NATO に入るしかないでしょうと、やっぱりごめんね攻めるからって言われたら、ちょっと待って約束破らないでよって言ったってもう後の祭りですからね、はい、かつて日本も同じことされましたからね、日ソ中立条約を結んでいたんですけど、日本にとって一番痛いタイミングで、ソ連がそれを破り捨てて攻め込んできたわけで、150万のソ連軍が一気に南下してきたわけですからね、そういうことをやってるわけですから、そしてこのスウェーデンも、ね、これだけ大きな国ですよ、スウェーデンもNATO に入るということで足並みを揃えるということですね。もうプーチンにとって何のための戦争だったのか全く意味が分かんないことになりましたよね、はい、はい、読みますよ。で、ロシアは警戒、当然警戒をして、核配備を示唆かってことですけど、じゃあ、もともとアメリカに届く大陸弾道ミサイル、大陸間弾道ミサイル持ってるわけですから、別にどこに置こうが、いや、撃とうと思ったら撃てちゃうわけですからね。そっちに核置くぞって言ったって、でっていう話だと思うんですけどもね。はい。で、まあ、これ、ちょっとね、フィンランドとソ連、ロシアとの関係をですね、ちょっと、ご説明したいんですけども、先の大戦でソ連がガンガン攻めてきたんですよ。そしてフィンランドの東側取られちゃったんですね。それで、協定結んだんです。で、この、だから今のほら、ウクライナみたいな感じ、東部取られちゃったんですよ。当時ソ連にね。で、フィンランドはどうしたかって言ったら、分かった、もう、その土地あげると。だからもう、これ以上来ないでねっていう感じね。いや、そこもあげるから、その代わりこれ以上来ないでと。で、そして、もうこれ以上フィンランドとしても敵対しないから、中立にするから、だからまあ、仲良くしましょうと。だからもう、その代わりこれ以上来ないでねと。それで今の国境線になってるわけですよ。はい。ですから東部を取られた。非常に痛い思いがあるんですよね。で、ウクライナは今ね、もう、じゃあ東部上げるから、その代わり仲良くしようっていう路線ではなくて、いや、東部返せ。いや、なんならクリミア半島も返せっていうね。まあ、そういうようにですね、あくまでも徹底抗戦の構えを示してます。でも、フィンランドは、わかった。もう東部上げるから。ね。もう、その代わりこれ以上来ないでね、というね。まあ、そういうようなことにしたわけですよ。でも、ロシアが、ふんふんふんって感じでね、後で来ちゃったら、って感じですよ。核も持たない、NATO にも入らない。そんなんでロシア攻めてきたら、もうウクライナと一緒です。誰も手出しできませんよね。水面下で武器を渡すぐらいのことしかできないわけですよ。だからそのね、フィンランドからしたら、ウクライナの状況を見たら、あれはもう明日の我が身だと。いや、今ね、中立なんて信用できる相手じゃないと。だったらもうね、核武装するか、なんなら NATO に入るか、どっちかでもしない限り、中立だけで攻められないっていうのは、なんていうのは、この幻想だと。これはもう国を守るためには NATO に入るしかないってなるわけですよね。はい。やっぱりね、このフィンランドの東部一帯がね、かつてソ連にむしり取られたというね、やっぱここが痛い経験なんですよね。だからフィンランドからしたら当然そうなりますわ。はい。ところが私、下せないのは日本なんですよ。日本と同じことやられてるんですよ。満州があって、朝鮮があってね、樺太もあって、いきなり中立条約を破って、ダーッと入ってきて、150万人の軍隊にめちゃくちゃにされて、ね、だって57万人連れ去られて、樺太だけで3700人も殺されてですよ。もうとんでもないことされてんですよ。でも、ウクライナの状況とか、もうフィンランドがもう怯えちゃって、やばいなと入んなきゃと言ってんのを、指くわえて見てるだけですよ。いや、日本もそうだからって話なんですけど、日本だけお気楽ですよね。いや、ソ連からあんな目にあってですよ。で、どうやって国守るんですかって言ったら日米安保だけですよね。自衛隊はあります。で、日米安保だけです。それで大丈夫ですかって話ですよね。いや、私は以前から言ってるように日本は NATO に入るべきだと思うんですよ。憲法改正して NATO に入るべきです。そしたらですね、日米安保があって NATO があって自衛隊があったら誰も手出しできないですよ。もうロシアも中国も絶対手出しできない。だって今回ね、ウクライナが NATO 加盟国だったら、ロシアは絶対に攻めてないですから。
だから核を持つか NATO に入るか、もうこれしかないわけです。え、もう皆さん書いてくださってますけどね、私も名前の問題を解決しましたからね。NATO ってのは北大西洋条約機構ですから、ノースアトランティック、北大西洋って日本は北大西洋じゃないからね、どうすんのって話ですけども、太平洋の T を入れれば大丈夫だということで、NATO という話はね、以前申し上げましたけども、もう名前も解決したし、解決してるじゃん、これで。ノースアトランティック&太平洋、ね、トリーティーオーガニゼーションでいいじゃないですか。納豆ですよ。これから水戸藩の時代が来ますからね、ネギもかけてって話ありましたけども、そうですよ、それで、外で台湾も入れればいいんです。フィリピンも入るでしょ、そしたらもう全然問題ないですね、納豆なんか日本も NATO に入るべきなんですよ。でフィンランドのこの怯えぶりを見て、あの悪夢が再び訪れるってわけよ。やばいと。これは核持つか、NATO に入るしかないと言ってるわけですからね。いや、これはもう、ね、日本も一緒ですからね。以前から言ってる通り、ね、アイヌは、ロシアの原住民であるっていうことを決議しましたよ。ロシアはね。はい、アイヌはロシアの原住民。ということは、北海道は、ロシア固有の領土だっていうふうに言いたいわけですね。つまり北海道に侵攻するためのもう論理武装を始めてるわけです。彼らはね、南カラフト取っただけではね、納得してないんですね。やっぱ北海道を取って初めて日露戦争の雪辱を果たしたことになるということですからね。まあいつでも北海道をね、狙ってきますよ。今は向こうで忙しいから急に来ないでしょうけれどもね。いや、フィンランドだって今ほらウクライナで忙しいから、ロシアも急にフィンランドに攻め込むことはないと思いますけども、でもこれだけ怯えてんですよ。ちょっと皆さんね、フィンランドの怯え具合をしっかり見て学んでほしいんですよね。日本も同じように怯えないとおかしいんです。それが通常の神経だと思うんですよね。あんなひどいことされてるわけですからね。ですから日本も早くね、 NATO 申請、そしたら核持たずに済みますよ。いや、これしない、NATO 申請しないんだったらもうね、もう核っていう話になっちゃいますよ。やっぱ NATO に入るべきですね。で、まあ、なんで NATO かというと、私はほら、親米化ですから、何かあったらアメリカはね、必ず助けに来てくれるはずだと思ってます。ただし、100% の力をね、かけてくれるか、まあ、10% 程度、一応日米安保があるから、形だけでも一応ね、支援した形にしておかなきゃって言って、10% 程度のね、力を入れるだけかもしれない。で、それは、その時の政権がどうなっているか、時の大統領は誰か、そして国民の、アメリカ国民の世論はどうか、そういうことを総合的にね、だから、パラメータが多いんですよ。変動要素が大きいので、いざ、じゃあ台湾やられました、沖縄取られます、なんなら北海道攻められましたって時に、アメリカがどの程度ね、助けてくれるか、わかんないわけですよね。助けてくれるとは思うけども、助けてくれないかもしれない。そんなあやふやなものに全、ね、我が国の運命をね、託すっていうのは非常にですね、まあ、不安ですよね。であれば、NATO だったら、どの国の政権がどこかとか関係ないですよ。もう数十カ国の集団防衛体制ですからね。ですから、どっかの国の政権が変わろうが、どこの大統領が勝とうが負けようが、あんま関係ない。NATO、なんか、NATO の加盟国1カ国がやられたら、全 NATO でそれをね、応援すると。相手を叩き潰すっていう、そういうことですから。だからね、変動要素が少ないんですよ、NATO の方が。確実に機能するんですね。日米安保、わかんない。トランプなのかバイデンなのかその次の誰なのかによっても全然違うと思うんですよね。はい。でそれを考えると、まあ日米安保を破棄しろというつもりはないですので、NATO に入って、で、日米安保もあって、そしてちゃんと自衛隊を訓練しておけばですね、これさすがにその日本は、そういう日本を攻める国はないと思いますよ。ね。はい。なので、フィンランドの怯えぶり、見てください。やばい、次はうちらだってなってるわけですよ。ね。その次は、だから、明日のフィンランド、明後日の日本ですからね。明日のフィンランド、明後日の北海道ですよ。ええ。いや、ちょっと、ちゃんとしなきゃダメだ。はい。